はい、こんにちは、慶太郎です。今日は横浜ビブレに来ています。家の近所です。はい、改めまして慶太郎です。今日は、こちら横浜ビブレ裏の特設ステージに前に撮影した無罪さくらちゃんのアイドルグループ被害者面ちゃんがですね、ライブをやるということで来ています。ライブっていうとね、アイドルのライブっていうとライブハウスの暗所動態で難しくなるんですが、今日は屋外のライブなので、ちょっと撮りやすいんじゃないかななんて軽く思っていております。ちょっと時間が余っちゃったんまあでもね、せっかく横浜の近所に来てるんであれば、もうそりゃ行かないわけにはいかないでしょうっていうことで、さくらちゃんと楽しく撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で今度写真見ながらですね、ライブ風の写真ってすごい難しいじゃないですか。ライブハウスだとなんていうのかな、まあもちろん機種とかにもよる、機種性能にすごく依存される部分だとは思うんですが、まず写真として成立させるっていう部分もあるじゃないですか。カメラによっては要は本当はもうちょっとシャッタースピードを速くしたいんだけど、これよりしちゃうと暗くて撮れないよね、絞りもうちょっと本当は絞りたいんだけどこれよりやっちゃうと暗くて撮れないよね、ISO感度をもうちょっと抑えたいんだけど真っ暗で撮れないよね、でもこれ以上上げるとノイズがいっぱいだよね。でこの3つをね、常にぐる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 回して、とにかくまずは写真として成立するっていうところを探しがちではあるんですが、ライブハウスだとね、暗所動態やっぱり難しいなと思うんですが、もうはっきり言って屋外だったら全然そんなこと考えなくていいですもう普通にね、シャッタースピードを上げてもうしっかり止めたい、ちょっとシャッタースピードを緩めにして動きのある写真撮りたいとかね、そういうことがやりやすい、ほんとそう思いました。屋外っていうか太陽ってほんと偉大だなって思いましたね。このグループは被害者面ちゃんです。グループだけどちゃんと消してるのもおかしいけどね。今映ってる、有罪ニオちゃんと、もう一人白い服の方、無罪さくらちゃん、この二人のユニットですね。自分ほらお正月に出した Z6 借りてた時に渋谷の夜撮ったのがこの無罪さくらちゃんだったんですね。全然知らなくて、たまたま桜撮る日程に渋谷での夜撮っていうのがあったんで、お願いしたっていうきっかけはそれだけだったんですけどね。うん。さくらちゃん面白い。すごくね、なんか好きです。なんかことあるごとに撮っちゃってるかな。そういう人もいるよね。なんか面白いんですよ。で、屋外いいとこなと思うんだね。こうやってね、レスがある写真が結構あったんです。で、おそらくライブハウスより客席見えてるだろうなってのは思いますね。ステージって思うほど、あるいは演者さんが言うほど客席は見えないです。なぜかっていうと客席側から光が当たるからです。スポットライトとかね。だから客席ってあんまり見えてないんですよ。目があったとかって。いや、もちろん分かっても見えてますよとかって言うんだけど、大体は見えてないです。これはごめんなさい。自分もステージ立ってたんで、本当にそうなんです。だけど、屋外だと多分これは見えてると思います。光が同じところですからね。で、特に自分の場合はちょっと体が大きいんで、横にね。なので、目立ってくれたんですけどじゃないのかなってのはちょっと思います。そういうなんかね、メリットも屋外のステージあるのかなって思いましたね。うん。屋外のライブはでもいいなぁ。ライブハウス、確かにライブハウスみたいに照明のね、ある綺麗な色ではないですけども、やっぱ撮りやすいっていう点でいいなぁ。
で、うん、ライブだとその表情とかもね、歌ってる時との表情になるんで、思いがけないような表情があったりするんですよね。うん、これはこれでやっぱり面白いことですね。で、さくらちゃんと、みおちゃんは二人一緒でこの被害者ズラというグループはやってるんですけど、二人一緒にですね、ミラクルフォーゼっていうグループにも、参加してます。で、そっちはね、全然ガラッと変わった雰囲気の、アイドルで、で、大体ね、一緒にライブやってます。なので、で、ミラクルフォーゼさんも、撮影、写真撮影、動画撮影、で、あと投稿もフリーっていう感じでやってるんで、うん、撮影がしたくて行く人たちにはおすすめですね。自由にできますんで。ぜひぜひ、そんなわけで、無罪さくらじゃなくて、被害者面とミラクルフォーゼ、ぜひチェックしていただけるといいのかな。俺もやっぱり、でも、やっぱりね、カメラマンの立場で言うと、それって重要じゃないですか。正直、今回は撮影でダメですって言われたら、どうしよっかなっていうか、多分行かないじゃないですか。行きます?俺は行かないですけど。なんだけど、もうそこが OK っていうグループは、やっぱり貴重ですし、ね、撮りに行きたいなって思います。で、うん。このね、被害者ズラちゃんのポテトチップスの歌がすごくいいですよ。自分もう耳から離れなくてどうしようもない。もうそんなポテト好きじゃないんですけど、なんかね、歌詞が頭の中に浮かんで、あれポテチ買いに行っちゃおうかなって。そういうね、面白いグループで、ぜひ、機会があったら行っていただきたいなって思います。で、わけで、今回は軽く、野外でのライブの、様子を書いてみ、行ってみました。こちらもそうですね。ミラクルフォーゼさんの方もまた雰囲気、人数多くて、雰囲気違うんで、そちらもちゃんとお願いをして、動画、写真撮って、動画も載せてみたいなと思ってます。そんな機会ありましたら、ぜひまた見ていただければなと思います。それでは、以上、ケイタロウでした。無罪さくらちゃんと、有罪みおちゃん、あと被害者ズラちゃんの、リンク貼っておきますので、フォローいただければと思います。それでは、バイバイ。またねー。